おはようございます。金丸ちぎ店の下です。今日はですね、釣道大会第2回目ということで、ただいまですね、結構、何匹ですかね、もう10匹ぐらいもう釣れてる方がいますね。総匹数で言うと。はい。非常に、楽しみできました。それでですね、本日バス釣り初めてという、名前は言ってしまっていいですかね。あ、まあ、このネームはジムさんという方がいるんですけども、そちらの方が初めてですね、バス釣りをやられて、先ほど僕の方でレクチャーさせてもらいまして、初めてバスを釣られました。そちらの感想動画となります。ジムさん、おはようございます。先ほど、釣られた、バスですね、はいはい。どんな感じで釣れましたかね。まあ、ちょっと一回ね、逃げれちゃったんですけど、はいはい。まあ、またちょっとつけといたらなんか変わっちゃったんですか。一回こう、カツンかなんか、なんか当たりがあったんですかね。はいはいはい、なるほど。近くにまだいるのかな。あ、もう一回投げてみたんですか、投げたっていうか、ブチャンとつけたの。あ、ブチャンってつけたら、ググってきたんですか、ね、じゃあ、追っては来てたってことですね。なるほど。今日はどういうタックルというか、こういう、こちらですかね。僕の方で先ほどね、レクチャーしてもらった、こちらのゲイリー山本のね、グラブ。で、釣れたということですね。まだまだね、時間ありますからね。11時半ですから、まだ2時間ぐらいありますからね。頑張ってください。ありがとうございます。2匹目、3匹目と行きましょう。ありがとうございます。